無口くん詳しいんだね。探偵士で間違いなさそう。途中で途切れ途切れの命令が届いたけど、運気軍をここに集結させるっていう内容だった。きっと性格の問題を解決するためだろうね。ここまで来てついに運気軍の影が見えてきた。ようやくタイに戻れる。ね、私は嘘をついてなかったでしょ。安全な場所に案内するって言った以上、絶対に案内してみせる。ちょっと遠回りしたけど。聖査会に行く前にとある牧者に今回の旅の運勢を占ってもらったんだ。彼はこう言っていた。従うのみ。行く先を気にせず流れに身を任せれば得るものがあるとね。え？どういう意味？つまりお嬢さんに礼を言っているんだよ。あ、そう。じゃあ私は長官のところに報告に行ってくるね。あんたたちはこの辺りを見て回ってなよ。でも後で運気軍が護送に来るから、あんまり遠くには行かないように。縁があったらまた会おう。一向に通信がつながらない。あいつらに何があったのかさえわからない。運気軍は性格のために兵力を集めているようだが、カフカが俺たちをおびき寄せた理由は何だ。あいつらは、ジンは今どうなっている。時間を無駄にしすぎた。情報が必要だ。行くってどこに？まだラフの封鎖は解かれてないし、運気軍の作戦行動だって終わってないじゃない。そう焦らないで。一段落ついたら私があんたと羅刹を家まで送ってあげるから。どうしたの？安心して。一段落ついたら私があんたと羅刹を家まで送ってあげるから。故郷に帰るのは久しぶりなんだろう。業に近づけば心が乱れる。君の目は誠実だ。行きたいところがあるのなら今すぐ動いた方がいい。もうすぐ運気軍が僕たちの身分を調べに来るはずだ。僕にも行くべき場所があるから、ここに長居するつもりはない。お前はどこに行くんだ？僕は行商人だからね。終わっていない商売を終わらせに行くだけさ。故郷に帰るのは、そうか。それはすまなかった。行きたいところがあるのなら、もうすぐ運気。お前は。僕は行商人。二人には悪いが、俺は仲間たちと合流しなければならない。ここまで世話になった。大きなこの間。この耐震堤は我ら寿命族の運輪の術で駆動しています。湖海の水を飲み、クジラが虹を吸い込むように丹薬を練り上げているのです。
寿命が協力して作った単語にはそのすべてに運輪の術がかけられております。さあ若様、御身で感じてみてください。世はカラクリに頼らずとも水を操れる。感じたところで何の意味があるというのだ。若様は選ばれし者、資質で言えば当然秀逸だと言えるでしょう。しかし運銀の術は基本となるもの。寿命族の深淵、過去の影はまだ消えていないのか。この記憶は、いや、もう俺には関係のないことだ。寿命が協力して作った単語にはそのす世はカラクリに頼る。若様は偉みんな、あんたは神竜の生まれ変わりだって言ってるけど本当なの？竜、今の俺は先週から追放された身、もう不朽の竜の血族ではない。あなた様が一人前になられるところをこの目で見届けたかったのですが、悲しむことはありません。寿命は消滅を繰り返しこの世に存在し続けるのですから、あなた様が竜尊になられた頃には私も幼児に転生していることでしょう。その時はどうか温かく接してやってくださいませ。すまないが、ここに留まるわけにはいかない。すでに俺の仲間たちがここを離れた。早くか…あなた様は相変わらず害を通されるのですね。私どもの話を聞こうともせずに、まるであの時と同じように。かしこまりました。そちらにお乗りください。時間通りね。あの感情が湧き上がってくるのを感じるぞ、カフカ。そうだ、この感覚だ。それなら解き放ちましょう、魔音の実を。よく来たな。今こそ代価を支払う時だ。姿を変えれば逃げられると思ったか。逃がさんぞ。お前にもその女にも何度も言ったはずだ。俺は炭鉱だと。炭鉱はお前たちの過去と何の関係もない。
炭鉱見た目を変え身分を変えれば過去の罪をなかったことにできると思ったら大間違いだ。貴様はまだ死を経験していない。あの苦痛を味わわせてやる。炭鉱、貴様に死の苦痛をな。それはダメだよ。君は今日ここで誰も殺せない。指名手配犯、君には僕と一緒に来てもらう。軽減についている小僧か。奴は時期の見極め方を教えなかったようだな。ねえ、君は離れた方がいいよ。もし戦いに巻き込まれたら。あれ、君の顔どこかで見たことがあるような。気をつけろ。無駄だ。その正体を表せ。やめろ。よくも。小僧、教えてやる。そこにいるのは銃の悪逆を犯せしも、戦士を裏切り大乱を起こし衛星に追放された寿命の竜族陰月君だ。泉州に潜り込んだのがハンターだけだと思ったか。ならばどちらも捕らえて将軍に裁いてもらうまで。その悪名は聞いたことがあるよ、陰月君。まさか性格ハンターだけでなく重罪人が一人泉州に潜り込んでいるとは。さあ行け。騒ぎを起こすつもりはない。泉州に来たのは友人の安否を確認するためだ。弁解は優秀国に入ってから聞かせてもらおうか。ならばどいてもらうぞ。いいぞ。こうでなくてはな。陰月よ、友人との再会はもう叶わぬかもしれんぞ。奴らも今頃苦戦しているだろう。黙れ、君も行かせはしない。いいだ、ならもう少し盛り上げようじゃないなあ、カフカ。ええ、そうしましょう。聞いて、ジンちゃん、束縛を解くの。行くぞ。下せない。構わない。無事などもみつきたちの方はどうなっている。早く終わらせなければ。まさかこれはどうだ。二人とも手強いね。となるとこの技で足止めするしかないかな。
その剣、見覚えがある。あの女に教わったか。ならば、貴様には死んで。これ以上時間を取られるわけには。ことを荒立てるのは本意ではない。他に方法がない。すまない。期待に応えられなかった。僕はまだ戦える。はい、そこまで。みんな聞いて、もうやめなさい。どう、じんちゃん、満足した？何をした？これから登場する御仁を迎えるためのちょっとした準備ってところかしら。ラフの将軍様の前でジンちゃんや君たちが笑い草になったら困るもの。二人が久々に帰ってきたというのに、何とも気まずい場面になっているようだ。旧友を懐かしく思うのであれば、もっと早く知らせてくれてもよかったんじゃないか。俺のやるべきことはもう終わった。ああ、そうだろうとも。君たちは以前、泉州を助けてくれた。わずかな助力だったとはいえ感謝しているんだ。この者を連れて行く。今回は見なかったことにしよう。将軍、僕は今はそんなことを言っている場合ではない。久しぶりだな、古き友よ。俺は彼じゃない。ああ、すまない。まだ行かせるわけにはいかない。列車の友人たちが林縁橋で君を待っているんだ。私と一緒に彼らに会いに行こう。月照らす湖海、妙境に勝る。林縁橋の景色は以前見た時と変わらないというのに、再びここに立つ君と私はもう違う。たとえ肉体が滅びぬ長命種だとしても、天地の普遍と並ぶことはできないか。将軍は寿命族の輪廻転生を知っているはずだ。古海の水はすでに丹風の罪を洗い流している。かつて将軍とここに立った者はもういない。俺の名は丹光だ。あの丹風が英雄だろうと咎人だろうと俺とは関係ない。俺はもう彼の刑罰を受け、永遠の追放を受けた。これに対して文句を言うつもりはない。ただ将軍には過去の残影を捨ててみてほしい。
昔のことを語ると濁った水をかき混ぜるかのように不快感がよみがえってくるよ。おそらく君のその見た目が、竜の角が、竜尊の気質が二人の姿を結びつけているのだろうね。だから言って。ああ、聞こえているよ。聞こえてはいるが、それが何だと言うんだい？たった一言や二言で周りの態度を変えられるのであれば、この世に紛争は起きない。丹風として見ないでほしいと言ったか。いいだろう。だがその代わり、あることをやってもらいたい。丹風として最後に一度手を貸してほしい。それが終わったら彼の死を認め、君への追放令も撤回しよう。約束だ。その後、少なくともラフでは君は誰の影でもなくなる。タンフーにできたことが俺にもできるとは限らない。できないなら約束はなしだね。君の前世を恨め、彼があんな再びここに立つ君と私は違っていると、私はさっきそう言ったね。タンフーはいなくなり、タンコウだけが残っている。私も今はただのラフ将軍でしかない。やらざるを得ないことがあるのだよ。さてと、明るい話題に変えよう。君が列車で作った友人たちが今近くにいるのだが、彼らに会いたいと思わないかい？彼に、ミツキやベルトさんが、あいつらをここに連れてきたのか？ああ、この先の賢竜太油殿で待っているよ。行こう、君の友人たちが待っている。これまでレギオンが同盟にちょっかいを出すことはなかった。情報によると、狂った戦争機会が集まる軍団だとか。油断したよ。七体君それぞれが鮮やかな個性を持つとはね。これは参った。タイ君、元老は物事を内部から崩壊させるのを好んでいる。だから性格の災いを計画し、薬王秘伝を水面に出させた。だが今やその陰謀は暴かれ、彼女は自ら舞台に立つしかない。いや違う、これは彼女の壊滅美学に背いているな。きっとまだ気づいていない何かがあるはずだ。古書の記載によれば、これは我ら一族の故郷から持ち出した東海の一部、汚れなき水なり。竜祖が生命の水で我らを養い、寿命に普及を授けた。我らはここより生まれ、またここへと帰る。知っているかい？タンフーが犯した罪に対して、獣王氏は君を滅するべきだと強く主張したんだよ。そして寿命族の方は半々。ケリューの伝承が半分しか完成していなかったからね。寿命族の長老は君を憎んでいたが、殺す勇気はなかったんだ。獣王氏と天白氏が納得するよう圧力をかけ、彼らはタンフーに脱輪の術を強制的に執行した。だが
彼らはその途中である貸しを残した。長老は獣王氏の目をごまかせると思ったのだろうが、岩の物言う世の中だ。後悔の水よ、我が心を注がん。後悔の水よ、我が体を癒さん。現世の善縁は堪能し、現世の悪業は消却した。おお、君の友人たちがレギオンの連中と戦っているね。急ぐぞ、早く加勢してやらないと。ケーゲン、やっと来ましたか。すまないすまない、ご苦労だったフゲン殿。新作譜の先方はもう読んである。元老の計画については、剣木です。一番の異様はあそこにあります。絶滅大君である元老が用いる手段は、物事を内部から自戒させるものだと聞きます。きっと奴は剣木を操って儒家の力を撒き散らそうとしているに違いありません。うん、状況は大方把握した。列車の諸君、喜んでくれると思い、ある人物を連れてきた。ぜひ会ってくれ。あんた、まさか、炭鉱？嘘？炭鉱でいいんだよね。てか、頭のそれって角？どうなってんの？話すと長くなる。だが、俺で間違いない。じゃあつまり本当に何らかの力を隠してたってこと？さて、雑談はここまでにしよう。列車がラフに着いた時、君たちは性格の問題を処理するためだと言っていたね。だが、あの時の私は性格ハンターに別の企みがあるのを恐れ、君たちの提案に乗らなかった。結局、性格ハンターが何かを企んでいたのは事実だ。しかし、その企みは諸君をここへ誘導し、わざと事態を拡大させて泉州と列車を協力させることであった。今では諸君の誠意を疑う余地もない。シャイの言葉では足りないほど感謝している。だが、フゲン殿が言った通り、元老の登場で事態は制御不可能な状態に陥った。ラフの将軍としてやむを得ず炭鉱殿の力をお借りしたい。どうか諸君にも全面的にご協力いただけないだろうか。ラフの危機が性格と関係あろうがあるまいが、座視するつもりはない。だが、これは俺自身の意思だ。請求列車を代弁することはできない。探索、理解、構築、連携、列車組が全うする開拓の心情はこの4つのワードだ。しかし旅は険しく、これらを貫き通すのは極めて難しい。恐怖、基地、敵、死、これら旅の困難を乗り越えて歩んでいける七死人はごく少数だろう。前に進むにせよ、離れるにせよ、七死人の目的地は自分自身で決めるべきだ。列車が次の目的地を決めるときに投じた一票みたいにな。
はどうする気？無理は言わない、炭鉱殿。俺は七死人としてここに立っているわけではない。これまでの道のりも人に振り回され、とても自由とは言えなかった。だが寿命の末裔として俺はラフへの責任を全うしよう。よし、みんな最初に来た時と変わらず正義が何なのかを理解してるみたいだね。じゃあこれからどうすればいいの、将軍？妙案はない。これは一種の賭けだ。寿命族の長老がかけた中途半端な脱輪の術と、炭鉱殿が劉村の記憶を取り戻すことにかけるしかないだろう。劉村？剣木が定休の使命に切り分かたれても、儒家の王の呪いはかすかに残っていた。だからラフは不朽の末裔の力を借りて剣木の残骸を封印したんだ。そして制御することに成功した。古代劉村の指示のもと、寿命族は枯海の水を引き、林縁郷を水没させて剣木を収める容器にした。その創去と犠牲を記念するために、泉州同盟は林縁郷で源流大雨の火を立て、寿命の像を残したんだ。この彫像なんだか炭鉱に似てるね。もしかしてこれ炭鉱の兄弟だったりして。少し似ているだけだよ。これは随分と昔の出来事だからね。強いて言えば歴代の劉村は皆外見が似ているんだ。今の代を除いてね。現在の劉村はただ襲名しただけの子供で、力を完全に受け継いだわけではない。炭鉱殿は知っているだろうか。炭風が亡くなり、ラフの寿命族にはもうこのことができる者はいない。かつて剣木を守っていた君ならば、私たちのために剣木へ至る道を開けるはずだ。すべて君に託したよ。うち本当にびっくりしたんだから。あんたが何かやらかして将軍に捕まったかと思ってたんだよ。どうやって助けようか考えてたのに、まさか二人が知り合いだったなんてね。そういえばどうして急に列車から降りたの？あ、感動。でもこの子と幼児ちゃんがいるから心配いらないのに。それにほら、あっちこっちで手助けしてるから、うちら泉州でヒーローになりかけてるんだよ。とにかく炭鉱、来てくれて本当によかったよ。そういえば、クールな雰囲気。そういえば、この彫像だけど、よく見たらやっぱあんたと似てないや。クールな雰囲気だけは一緒だけど。ここに来て何か思い出したことはないかい？金星を解くんだ。その身が背負う力こそが剣木への道を開く鍵となる。
来ると思っていたぞ。先週のことを話した時、君の目は悲しみに満ちていたからな。追放されたとはいえ、ラフは君の故郷だ。タンコ、君は列車の一員だ。さっさとこの件を片付けて次の旅に出よう。あの子たちも君が同行してくれたらいいのにと道中ずっと口にしていたよ。将軍様のお話が終わるまでどうかここを離れないでください。隠月君の転生ね。タンコでしょ。お前の名前は聞いたことあるわ。お前の名は獣王氏が世間から抹消しただけだが、大木として私は知っている。ラフの古びた数々の事件も姫事も全部知っているの。万が一に備えてね。お前が雲上の御騎士として活躍していた頃、私はまだ生まれてもいなかった。かつての伝説をこの目で見られるなんて。影絵図とかで見た感じとあまり変わらないのね。寿命族の輪廻転生って本当に生まれ変われるの？寿命族の秘密を探るのは良くないけど、ただ影絵図とかで見た感じとお前の様子はあまり変わらない。寿命族の輪廻転生って本当に生まれ変われるの？そこにこれほどの建物が。寿命族の竜宮が
林縁教にあったと古書に記されていたけど、こういうことだったのね。出庫の乱が起きていた時、私は幸運にもこの奇景を自分の目で見ることができた。今は総会の変を経て宮殿は廃墟と化している。寿命族の聖地で剣木を封印したことについて、ラフは彼らに大きな借りを作った。フゲン殿。はい。ここに残って運気軍を率いて道を守ってくれ。他の邪魔が入らないようにしてほしい。軽減。将軍はお一人で元老に立ち向かうおつもりですか？一人ではない。友人たちが同行しているではないか。将軍様、我々も将軍様にお供します。我々も連れて行ってください。そうです将軍様、あまり力になれないかもしれませんが、運気軍にとって戦士を守るのは役命です。それを異教の旅人に任せてその背後に隠れているなどできません。どうか。皆の気持ちはよくわかった。だがこの先にいるのは北条の忌み者ではなく、反物質レギオンの絶滅大群だ。この道を通れば帝宮と人滅の対決となる。それよりも君たちにはもっと重要な役目があるんだ。私が剣木に入り、海が元の姿に戻ったら即座に撤退し動天を封鎖せよ。その後は大木の指示に全て従え。はっ。フゲン殿、もし私が帰ってこなかったら事の顛末を整理して他の選手に報告してほしい。帰って自分でやりなさいなどとは申しません。その目しかと受けたまわりました。少しだけ将軍に見えてきたよ。初めて剣木を鎮圧する使命を受け入れた劉村。それ以来歴代の劉村は剣竜太夫殿に戻り、古海の潮を引いて剣木の封印を固めてきた。思い出したのか。ああ、三層を礼拝し逆茂木を彫金せよ。これで
玄魂の奥深くにつながる道が開くはずだ。何それ、謎謎？三層礼拝ってどういう意味？心配するな、俺についてこい。こんなに立派な宮殿をあっさり手放すなんて、うちだったらもったいなくて眠れなくなっちゃいそう。寿命族にとって仕方のない犠牲だったんだろう。人間教で剣木を打つ慎重郎と。ここが一つ目の三層を礼拝する場所だ。この封印を解けば玄魂に一歩近づく。封印ってこの変な形をした石灯籠のこと？ああ、順番に石灯籠に触れることでここの封印を逆転できたはずだ。ではよろしく頼む。やってみよう。報告を受けた。まさか元老がそれほど深く潜り込み陰謀を張り巡らせていたとはな。この件については事後に雲気軍が調査を行う予定だ。今は元老を止めることに集中しよう。俺をここに連れてきたことをお前の一族に知られたら面倒なことになる。そんなことはない。それよりも黙っていろ、オーセル。これで借りを返した。思う存分研究するがいい。だが2時間もいる。2時間を少ないと思ってるのかもしれないが、俺は短命種だ。短命種にとっては十分な時間さ。一人は誰だ？聞き覚えがある。一体。ここの封印は剣木が蘇る前からすでに弱まっているようだ。この先は忌み物が救っているようだ。用心して進もう。先ほどの巨獣が踏んでいた石板はここの封印と何か関係があるのだろうか。先ほどの巨獣が踏んでいた石板はここの封印と何か関係があるのだろうか。
通し、三つ目の封印に向かうぞ。知れない侵略者か。この声にも聞き覚えが。ここが三層の最後の一つだ。寿命の棒鉄、諸章を渡り歩く。破月凛々、真珠は爽快に沈む。月日が経ち、700年ぐらいが過ぎると、寿命族竜の血族たちは再び卵と化して古海に沈む。不思議な壁画、全然時間の侵食を受けてないみたい。この壁画は周辺にあるいくつかの壁画と関わりがある。古海から生まれ、また卵となり古海に戻る。寿命族が輪廻する過程が描かれているんだ。あるかもしれないな。知れない、うん、思い出せないのって辛いよね。わかるよ、うちも何も思い出せないから。寿命の道地、古縁の連携、前世の研究、来世の死。この壁画は寿命族が脱輪してから年配の同胞に導かれ成長する歳月を描いている。寿命の依頼、月を浴びて花を預かる。往々たる古海、月を浴びて再来する。この壁画は寿命族の卵が破月古海で脱輪し生まれ変わる瞬間を描いている。寿命の青年、雲銀水夢、総流は天に舞い各所へ帰する。この壁画は学問を収めた寿命族が泉州の各地に散り、同盟のために尽力する壮年期を描いている。
試しに周辺の壁画を調べてみてはどうだろう。封印と何か関係があるかもしれない。三層への礼拝が終わったな。次は剣木の玄魂に向かおう。剣木の根がまた伸びている。元老だ、もう時間がない。寿命族には触れない方がいいよ。寿命族？この真珠が寿命族なの？寿命族は命が尽きると枯海に帰り卵と化す。そして幼児となって生まれ変わり水を出るんだ。不思議。その恩に報いる時だ。あれ何？竜？着いたか。ここが剣木の玄魂、豊穣の神の御業が宿る地。三層を礼拝し逆茂木を彫金せ。つまりここのことだ。竜の力を受けて玄魂に竜の形をした木のコブができている。今最後の封印を解こう。準備はできているんだね。
ラフの将軍だったか。あの悪者、やっぱりここでうちらを待ってた。ここまでだよ元老。恩人様も来ているのですね。焦らずとも身支度が終われば会いに行きますよ。薬王秘伝がうぬぼれるのもうなずける。この剣木は確かに生を作り出す力を持っている。諸君、くれぐ元老のやつ何してるの。確かにその名に恥じる。これで何ができるか試してみるとしよう。そう、泉州に長命をもたらした力で壊滅を与えようではないか。元老め、剣木から奪った力を使っているようだ。諸君はあれら戒厳を吐き合って、剣木が生み出したこの尊き体を撃つなど、わらわにとってこの場にいる全員が虫けらに等しいというのに。気をつけろ、なのか。排除する。ついてないね。そう、逃げてみるがよい。鶴ごとき切り落とせばよい。強がりよ。タッチ、キル。始めよう。君らはこの力に征服し、君らに選ぶ命はない。私、なかなかやるじゃん。リュウ。この身こそ純子の野次、泉州秘書。任せろ。殴ったね。うちの出番。私の命に。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。おやすみ。タッチ、キル。
現し運気必勝。悪い子ね。お薬の時間よ。吹き飛ぶ。命は生い茂る。うちの出番。リュウ。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。星ほど適したものはない。宇宙のすべては壊滅を迎える。豊穣も順守も例外なくな。平気よ。将軍様は炭鉱殿、あとは任せた。勝利を手にしたと思ったか、元老。まさかお主、不朽の竜の血族か。今更剣木を守る役目を果たそうと。私の命に千秋一色騎兵立ち切る。君らはこの力についてせーとし、君らに選ぶ余地はない。お薬の時間よ。時期、いい治療だ。この身こそ純子の矢尻。いや、ついてないね。任せろ、退け。梅雨の命を。殴ったね。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。悪い子ね。時期を読んだいい授業だ。隙だらけ排除する。お注射の時間よ。始めよう。君らはこの力に征服し、君らに選ぶ余地はない。その陰謀は実現し、先週一緒。悪い子、おやすみ。私たちを虫けらと言ったね、元老。虫けらとほぼ互角に戦っている君も絶滅大群の中では初めてなんじゃないか。それはつまり他の絶滅大群にも会ってみたいという意味か。残念だ、お主らにその機会は訪れない。いいし、ここで全てを終わらせる。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。大事な。
先週一緒お注射の時間よ。お薬の時間よ。片付け。君らはこの力について何もせえ。君らに選ぶ余地はない。始めよう。悪い子ね。片付け。間に合った。あんな気持ちよ。気にしないで。時期を読んだいい治療だ。先週一緒。って言って。逃がさない。たまには真面目うちのとっておきを食らえ。私の命に運気必須。全てを終わらせる。時間も無駄だ。殴ったね。君らはこの力に据える。君らに選ぶ余地はない。手を施しようがないわね。消えろ。立ち切る。薬の時間よ。片付け。排除する。うちの出番。リュウ、たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。実現しない。先週一緒。全てを終わらせる。逃がさない。間に合わない気持ちよ。気にしないで。ありがとう。ついてないね。知りたい。おやすみ。大事ない。死に際の虫けらがあの姿は実に惨めで美しい。
真面目にうちのとっておきを食らえ。次の演目ではお主らをボイドレンジャーに変えよう。壊滅の力に蝕まれナヌーク様の駒となるがよい。よし決めた。この傲慢極まりない天守の将軍からにしよう。泉州の将軍様をボイドレンジャーに変えたらラフで二人ライオンが起きるだろうか。そんな壊滅は実に楽しみだ。お主作った肉親でしかない。果たしてお主はいつまで持つだろうな。泉州が壊滅する日はすぐ訪れるぞ。さあ壊滅の創業よ、メギオンに次ぐ殉職復讐は必ずや果たされる。相変わらず息が合っているようだ私たち。元老、恐ろしい敵であった。もし彼女が壊滅の力を私の体内に注ぎ込み私をボイドレンジャーに変えようとしていなければ、勝敗はどうなっていたかわからないだろう。これも炭鉱殿のおかげだ。君の見事な一撃が私と緊密につながっていた元老に重傷を負わせ、彼女と剣木の結びつきも断ち切ってくれたんだから。そういうことだったんだ。炭鉱が槍であんたを刺した時はびっくりしたんだから。残念ながら壊滅の指令はそう簡単に滅びはしない。だがしばらくは元老の力も落ちたままとなり、剣木に再び手を出す心配もないはずだ。ただ正確の封印作業にはまだ時間がかかるだろうが、それらのことは普賢殿に任すとしよう。私は眠気が。ちょっとケイゲン、目を開けて。こんなとこで寝たらダメだよ。ねえ起きて。